わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は酵母菌のゲノムを解き明かし、新しいゲノムを作り出す研究を紹介するぞ。さあ、一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学生物生命学部応用微生物工学科笹野優准教授の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ。私の今行っている研究は、酵母菌のゲノムとか染色体を、自由自在に改変する技術を開発して、でその技術を用いて、今までにない、画期的な性能を持った酵母を作り出すということを研究をしています。ゲノムというのは生物が持っている遺伝情報全体のことを指していて、そのゲノムっていうのは染色体っていう構造体から、例えば人間だったら23対46本、酵母菌だったら16本あるんですけれども、そういう、染色体からなっている。生物を持っている遺伝情報っていうのは ATGC という4つの塩基が、遺伝情報として一つの連なった DNA という分子からできているんですけど、そのゲノムっていうのは例えるならば、その一冊の本が、ある生物が持っているゲノム全体だと多分例えることができて、この本っていうのはその何章何章みたいな章立て章からできていると思うんですけども、その章が染色体に相当する。でさらにその章をさらに細かく見てみると、ページ本っていうのはページからできていると思いますけれども、そのページ1ページが遺伝子、簡単に言うとそういう感じになります。酵母はパンとかお酒とかそういう食品を作るために今でも用いられてきた単細胞の微生物なんですけれども、最近はそのアルコールを作れるという能力を利用して、バイオエタノールといいまして、その植物などの生物資源を原料にして、それを使ってエタノールなど の燃料を作るという、バイオマスを燃料にして作ったエタノール、バイオエタノールを作るのに酵母菌というのが使われておりまして、人間とか家畜が食べられないようなものを原料にしてバイオマスエタノールを作る、でそのそういう能力を持った酵母を作り出すという研究も今現在やっております。ふむふむ、具体的にはどんな研究に取り組んでおるんじゃ。今までのバイオテクノロジーの技術ですと、遺伝子のレベルでも改変が中心で、もう少し大きいレベルでの染色体やゲノムといったレベルでの改変というのはなかなか効率的な技術というのはなかったんですけれども、私が開発した CRISPR-PCS4 という技術は、この酵母菌の染色体をいろいろ時代に好きなように操作することができるという技術で、酵母の染色体を好きな位置で例えば分断して1本の染色体を2本にするとか、あるいは染色体同士を融合するとかいったような、さまざまな染色体操作が可能になるような技術が CRISPR-PCS4 です。その CRISPR-PCS を使うことで、その今までのバイオテクノロジーの技術では得られなかったような、多様なゲノムを持った酵母菌を作ることができるようになりまして、で酵母菌っていうのは30度で、一番生育が良くて、温度が高くなってくるとその発酵力というのが落ちるんですけれども、多様なゲノムを持つ酵母菌というのを作って、多様なゲノムの中から高温でも発酵力が落ちないような、そういう性質を持った酵母というのを、微生物の世界ではスクリーニングというんですけれども、そういうスクリーニングしてきて、今スクリーニングしてくることによって、今有用な菌株、酵母菌株を取得するという、研究に、役立つことができます。笹野准教授の研究は今後どのように生かされていくのじゃ。まずはその私の技術を CRISPR-PCS4 というのを使って、その例えば高温に強いであるとか、強い酸性でも発酵力が落ちないというなどの、さまざまそういう有用な性質を持った酵母菌を作り出して、今までだったらその発酵が難しかったようなバイオマスを、いろんな多様なバイオマスを原料にして、バイオエタノールを作ることができるようになりますので、結果、地球の、温暖化を防げるような、環境に優しいエネルギー源を作ることによって、人類の次世代の、エネルギー源を、供給できるといったようなことに役立つと、考えております。崇城大学生物生命学部応用微生物工学科の活躍がますます楽しみじゃ。